動車の町トヨタ。さあターボエンジンを全開して鶴田そして田上井上対三沢川田小橋の一戦であります。60分の一本勝負メインイベント、まず調整ライフに入ってまいります。上り渡っている浜竹小橋健太だ。その小橋がまず先頭、そして川田俊明、そして銀ラメのコスチューム、もう本当にもみくちゃにされています。三沢を信じているそういうファンの願いでしょう。川田です、そして三沢です。小橋はすでにジャンピングイン、大きな声援が飛んでおります。超世代軍、今三沢がゆっくりと入ってまいりました。60分の一本勝負、今日は鶴田軍団とのメインイベントであります。そして長色のタックルライトに映し出されて、今度はジャンボ鶴田が入ってまいります。ジャンボ鶴田、今日は井上、そして田上、そして鶴田という陣を組みました。ジャンボの姿が見えます。そして真っ赤なジャケット、田上明、同じく真っ赤なジャケット、マイティー井上、井上田上そして鶴田という強力布陣であります。花吹雪の中やってまいります。赤コーナーの花道、井上が上がってくる、田上が上がってくる、そして黒のコスチューム、強さの象徴ジャンボ鶴田が入ってまいりました。本日のメインイベント6人旅町60分一本勝負を行います。青コーナー265本の小橋健太、ビビットカラーオレンジ色のトランクス小橋健太、川田俊明、シビルをきっと結んで川田俊明、三沢水春、君の心はハートブレイク、三沢水春です。マイティ井上、世界最強ダック決定リーグ出場決定、マイティ井上、目を見張れば未来は大きいぞ、田上明、男はいつでもローリングドリーマー、ジャンボ鶴田であります。馬場さん注目の田上が出てきました、注目しましょう。小橋の左腕、左足、成長著しいんですけど、精神的にね、精神的な面で、先日後楽園で45分をフル戦いましたね。その経験というものがね、非常にその本人にプラスになっていると思うんですね。 あの時は確かに馬場さん流血の試合でしたですね。そうですね、そういうものがもう身について本当に本人の気持ちの中にねあると思うんですね。あ、なるほど、それが落ち着きになって出てくると思うんです、はい。さあ今度はジャンボ鶴田です。さあ小橋、さあチョップを2つ打っていく、エルボーが飛ぶ、ジャンボ鶴田ロープに掘った、ジャンピングにまともにヒット、王が入りました。小橋の猛クラッシュをガーンと胸を出して受け止めましたジャンボ鶴田です。そして三沢のコーナー、三沢出てこいのジャンボ鶴田であります。さあ両選手右に回っております、ジャンボ鶴田そして三沢光晴です。今日はどういう戦いを見せますか。このジャンボ鶴田の左耳、この三沢のこのエルボーです。これで耳を負傷したのは皆さんご存知の通り、しかし今シリーズに入りまして鶴田が逆に三沢の左耳をなーと、もう一回いった、逆に三沢の左耳を襲う、そういう熱い展開になっています。今日はどうでしょうか。三沢先生右肘がヒット、ウィスロックに行きました。前回の後楽園大会、この川原と組みまして、あのスティーブ・ウィリアムス、テリー・ゴディと対戦しましたが、その時にはタッチワークをもう一度使いたかった、そのように反省材料を挙げておりますが、これも一つ気になり肉になりました。ダブルのエルボー、川原と三沢、そしてラリアット、勝ち上げるようなラリアットだ。このがむしゃらさが川田の持ち味と馬場さんうまく手伝いで解説しておられます。さあ足を取って押し倒し、ジャンボスラッチャー腕を取りました、ロープに放りました、ジャンボラリアット。馬場さん、序盤戦からジャンボスルタターボ全開ですね。そうですね、まあ、それほどそれだけね、もうこの3人が力をつけてきましたしね、やっぱジャンボも油断はできません。
はい、とにかくすごくしぶとくなったというふうに、あーっと上のラリアット、ジャンボ鶴田は敵軍この三沢小橋川田のことを評しております。とにかくしぶとくなったこういう評価であります。さあ今度は田上だ。おばさん、その先ほど高楽園、それから塩釜の話が出ましたが、この田上、この試合中にジャンボ鶴田よろしくおーというお客さんへのアピールが入るようになったんですよね。そうですね、まあそれもね、まだそのちょっとね恥ずかしそうに見えるんですよね。いやでも意地らしいじゃないですか。ですからね、それがね、だんだんやっぱりちゃんとしてくるとね、はい、本当に一流になると思うんですよね。なるほど、あのハンセンとの一戦でも技を出す前に行くぞと自分のこのちょっとこう気合を入れる声が放送席にも伝わってまいりました。田上であります。首4の字、一時はまだこの首4の字の締め方が甘い、そういう解説を馬場さんから受けた時もありました。田上成長しました。田上です。井上へのタッチ、さあ世界最強ダンク木村とのコンビ出場決定、これが3回目の出場といいます。マイティーの上張り切っています。ネックブリーカードロップからカバーの体勢、カウント1川田跳ねのけました。井上もねキャリア十分ですからね、木村とは元国際同士、いつも合っています。さあ木村高谷と川田飛んだ、キャッチャー、マイティーの上顔負け、川田敏明のブランチャーであります。そして決着攻撃、馬場さん、この川田選手も何をするかわからないというそういう男になってきましたね。そうですね、あのやっぱ気象がね激しいんですよね。あ、そうですか。その気象がないとねやっぱり体力的に少し劣りますから。なるほど、今現在この全日本にはキロチンドロップ小橋4人 の, この練習生が入りまして、菊池あるいは小橋、を含めまして合宿所はもう満員御礼といった状態。もちろんまだまだ若者のこの入門は大募集中ではありますけれども、この4人の練習生に対しまして小橋、それから川田、この稽古といいますかバーベルの持ち合い方厳しく、そして温かく指導をしておりました。飛ばしてった、マット以外でのこの担う役割、これも大きくなってきています。責任感を持つようにそういう立場に立たされるようになりました。小橋健太三枚木の上、まあ、話は違いますがその時桃田さんがつらいつらいを連発する練習生に対しバックドロップマイティーの上、恨むなら俺を恨め、そういう言葉が私印象的でした。若い力が桃田さん育ってますよね。そうですね。さあジャンボ鶴田です。その若い人の仮面だろうというジャンボ、ドリーファンクジュニア優勢のエルボー一つ返した小橋チョップ、ダブルのチョップを返す、2倍の洗礼だ、3倍の洗礼だ、しかしチョップを打っていく、両手の張り手、両張り手、エルボージャンボするタイエルボーです。ものすごいエルボーです。そして踏みつけ、今日このトヨタ大会でもファンの皆さんとサイン会をやっておりました。ジャンボするタキングオブチャンピオンズ、カバーに行ったカウントマン、まさにエンジン全開であります。ジャンボ鶴田、ジャンボラリアットを今日は何回連発しているでしょうか。田上に指示を与えました。ダブルの攻撃を出します。ダブルのチョップ両方に分かれ、あったタイミングが狂った、そつなくまとめました。しかしちょっと首をひねっています。馬場さん、これからですね、田上とジャンボ鶴田も。さあ田上、今度はブランダスター、さあ大技を出すようになりました。田上明です。あのハンセン戦では5分以上ハンセンにヘッドロック、外されようとしても外されようとしても離さずにいました。必要な攻めを見せました。この時も流血戦でした。田上明、さあセカンドロープ、あーエルバーを食らわしたい。さあ三沢とのつなぎ、三沢ドラップキック、ご飯を2倍食べるようにして体を大きくしようという三沢、プロテインももちろん飲んでいます。カバーの体勢、カウント2です。スピンキック、三沢光春、今度はジャンピングしてのキック、そしてエルボー、うらーっと田上の左耳を狙い撃ちであります。激しいプロレスだ。さあそして今度は2段目と3段目から川田に渡してった上を
鉄柵攻撃、原口の外、さあ田上をボディースラム、床に叩きつけました。さあ田上苦しい、サッカーボールキック、サッカーボールキックであります。田上の背中にサッカーボールキック。馬場さんね、川田選手があそこまで田上をやる、あるいは小橋選手と、まあ、同門対決しましたときにあそこまでやるということは、まあ、お互いにここまで相手が伸びてきたというそういう実力を認めた裏返しでもあると考えてよろしいですか。そうですよ、ですからね、やらなく今度自分がやられますからね、そうですよね。さあ河原俊明、田植えどうしたというところ、さあおっと今10分が経過、右のチョップを張っていく、あーっと一発ネルボーで返される、ミドルキックが飛んでいく、鈍い音がする、小脇に控えた DDT か、そのままミサにタッチを行った。ここで様子を見てね、田植えがこう反撃に出れるようになるといいんですがね。いつでも馬場さんが一つかわして反撃、そういう動きが出てくると、これはいい、話しておりました。あ、セントーンとギロチンドロップ、河原と三沢、元足利工業大学附属高校時代のアマレス部、先輩後輩であります。田植え、しかしよく返しています。今日も粘りを見せております。田植え、さあ三沢にロープに振られます。何があるか、あ、フライングラリアット、華麗に決まった。田植え、どうだ、ツー返した。鶴田選手は言っています、馬場さん、田植えがあと勝つプロレスを覚えたらいいんだけどな。こうあとドラフキック、ミサイルキック、小橋、これはどういう意味ですか。いや、 やっぱりね、まあ、勝ち慣れてないと言ったらなんですけどもね、はいはい、やっぱりね、勝つ味というものは、ね、ありますからね、ここがチャンスだと思ったら一気火星に攻めるところとか、ね、なるほど。さあそれはしかし、まあ、キャリアが、そして本人の努力が解決してくれることでしょう。逆指の体勢、小橋健太です。力が入ります。締める田植え、小橋の表情もすごい、耐える田植えの表情もすごい。さあ今度は早いつなぎ、田植えがまたロンリーバトル、3人に捕まっている、3対1の状況になっております。トーホールドか、三沢光晴状態にいっとキャメルクラッチに行きます。三沢光晴です。田植え、先ほど逆指で腰を痛めております。サッカーボールで腰を痛めております。場外のボディスラムで腰を痛めております。集中攻撃だ、耐えられるかどうか。田植え、秋田あーっと張り手、ジャンボついた、今度はキック。この2人の構想もますます熱くなりそうであります。さあ今度は河田、レフリーのブラインドをうまくつく、この辺のコンビネーション、強烈な逆片指固めであります。河田の白木、ジャンプする谷、溝落ちにエルボーを食らっても、そして左足をやられても立ち上がっていた河田俊明、サッカーボールキックです。三沢につなぎます。同じようにエルボーを使います。さあ田植え、エルボージャンボ通手譲り、三沢のが強烈か。馬場さん、この技の正確性という意味ではやはり三沢のエルボーの方が急所ついてますか。まあ、やっぱり田植え疲れてますから、そうした時にね、その自分のエルボーが効かなかったら他のことをやることを考えなきゃいけないんですよ、ね、なるほど。自分のエルボーが通じない、はい、ああ通じないなで終わってしまうとやっぱ進歩がないんですよね。なるほど、エルボーが通じないからなら足を取りに行くとかね、はい、足が出た。田植え明、やはり一つ返してタッチをするようになりました。これも成長の後か、ジャンボ釣れた、ジャンピングに行きました。返すからね、三沢川原、今日のジャンボは本当に全開であります。怖ささえ覚えます、ジャンボ鶴田。さあ今度は小橋を捉えます。やっと鶴田軍団のペースになるか、しかし三沢のカット、三沢のカットであります。さあ三沢のエルボーが飛んでいく、小橋を救出に入りました三沢光晴です。しかしジャンボ鶴田がもう本当八面六臂の活躍。さあ田上に、あ、いや井上に繋ぎました。井上も本当にメインイベント元気いっぱい、相手の距離を計算して小橋を倒しました。マイティ井上であります。ファイルドライバー、小橋に覆いかぶさります。マイティ井上、
小橋の動きはどうでしょうか。トランクスを掴まれました。場外へ投げ捨てられました。マイティーの上が追います。場外戦マットを外しました。いやいや、福選手といい、井上選手といい、いやーきつい。小橋床で頭を脳天を通打。パイルドライバーであります。さあ小橋どうだ、変えれるかどうか。意識もろう。ママさん、このベテラン勢井上福選手というところが非常にまたこれが落ちて破っていますか。ですね、その井上がやっぱりね、そういう余裕を持ってやってるところがね。そうなんですね、こういうところがやっぱりキャリアですよね。そしてこの人は必ず勝機を見逃すことはいたしません。非常にチャンスを見る目が正確であります。マイティーの上、そのあたり田上しっかりと学び取ることでありましょう。 DDT カバーに行きます。カウント、馬場さんのチェックを受けたい。どうです今の DDT。 まあ小橋もこういう受け身は逃げの受け身はうまいですからね。あ、そうですか。さあ今度はブロックバスターだぞ。後ろに投げる大技を波状攻撃。田上明一つ一つ大技を試しように打っている。カウント、小橋も返しました。ここでやっぱりどんどん攻めていくとやっぱチャンスがあるんですよね。田上もね、ねえ、もう一押し欲しかったか。さあジャンパーでやった、ダメ押し、ジャンパーするか。カウント、ジャンパーするか。ジャンパーでやった、今日4発目でしょうか。さあ髪を掴んだ小橋健太。さあパイルドライバー、ものすごい速さ。今日は王がそれほどありません。まあね、今のところその三原川田小橋組の方からの技らしい技はまだ何も出てないですよ ね、 そうですね。あっても単発ということになっています。さあ波状攻撃を受ける田上、トップロープから手刀を落とした。ジャンボ鶴田が片指、小橋がロンリーバトルになっています。形勢は完全に逆転。さあジャンピングに泳げた小橋、トリアエルボー、ジャンボエルボー、壁を入った。いやいやいや、2倍3倍返し、まさにそれを地で言っております。ジャンボ鶴田であります。さあ今度はマイキー井上だ、小橋を捉えます。担ぎ上げました、ストラックブロック。サマーソルト一層だ、山上から踏みつけ、なんという攻めでしょう。マイティーの上、川田が心配そうにエプロンをうろちょろうろちょろ。さあ上に乗ったマイティーの上、パンチを打っていく。小橋健太にパンチを打っていく。小兵のマイティーの上としてはこれはうまい攻めだ。さあ小橋を捉えました。そして田上、若者同士どういう戦いを見せるか。全日本プロレスの屋台骨を背負う2人、ドロップキック、カバーの体勢、ロープが近い、川田がカット。いやいや、今のカットは尋常ではない。さあバックドロップ、タッチができる、川田にタッチ、田植えと川田、田植えと川田。さあ川田溜めていたものを一気に出す、そういうファイトです。馬場さん、この川田のファイトというのはこうなんか内に秘めたものを一気にこう出す情念といいますか、そんな感じを受けるんですよ。そうですね、いやっとエルボーだ、田植えの顔面に。わあ、これはまさに一打ストーンギラが、田植えも突っ張り、お、これをエルボーと張り手でカット。途中で突っ張りが止まってしまった。そのまま張り手で全身川田ロープに飛ばした、スピンキック、カバー、カウンター2。そしてミサワのマッチ、こちらもさあ技が出ておりませんでしたが、ミサワが今バックドロップ。さあそしてダイビングエルボーが出るか、いやボディープレスが出るか、ボディープレス。さあカバーがマイティーの上、貫中の速さでカットが入りました。マイティーの上、さあならばミサワミサルどうする、ミサワミサルどうする。さあ、わあ、必殺のエルボー、バンジキュースか、ジャンボのカット、2回3回左耳、実は三沢の耳ももうぐじぐじしてきているんです。さあ今度は小橋、生き返ったら小橋、ダメンの回復振りはブレバスター。
田さん若いですね。あれだけ追い込まれてでもエプロンでちょっと休んだらもう反撃できるんですね、プロレスラーっていうのは。さあローリングタッチです。手上杉田に繋いだ。さあ目まぐるしい展開、ドラピック2連発、歯を食いしばって2連発打っていった。ジャンボ重いジャンボを動かす、ドラピックジャンボサイドステップ、当たりが浅かった。そしてネックブレイカードラップ、カバーの体勢、カウント2。今20分が経過。おばさん、三沢チームにもちょっと技が出るようになったんですけどね。そうですね、はい、ジャンボの今ジャンピングに上がって、手数はジャンボの方が多い。ラリアット逆にラリアット、ジャンボスルーター。会場がざわざわしております。今日のジャンボスルーターは強い、すごい、いつも以上に強いというバックドラップ、飛ばしてった。さあカバーラどうだ、ガーッと三沢がカット、三沢がカット。若い時代飲んでいたプロテインを今飲み始めた三沢ミサル。一から体作り、もう一回ジャンボとの頂上対決を目指す三沢。今カット、さあコンタクトしている、フライングボディスターストラップ。今1対1で戦っている状況、三沢がここにあった。カウント2、徹底してジャンボ連れた狙い、カットカットに入ってまいります三沢。そしてマイティーの上田、小橋は目が打ち取らず、ショルダーアタックル。さあそしてサマーソルト、18番サマーソルト、カウント2。いやいや、田植えといい、それからこの小橋といい、この粘り素晴らしい。さあ逆に切って、あっと腰へキック。今度は河原がさあどうするか。マイティーの上を振る河原ラリアット、ちょっと手の先だ。マイティーの上、これは返すでしょう、返した。しかしかなりダメージを受けている。あっと井上を抱え上げてダーボルの連携、フライングラリアット、そのままあっとマイティーの上、うまい、うまい。いやー微妙に体勢を入れ替えた。いやー河原も危なかった。馬場さん、ベテランってのは怖いですね。その技がこれだったらこうやってやらずとっさに思うことができるんですよね。そしてこちらは若さ、ああかわした。やはり馬場さんのお話の通り、自由自在に試合を操っている。さあサマーソルトドラップ、これでガーッ、いぶし銀のファイト、マイティーの上、テクニックは生きている、いぶし銀のファイトは生きている。突っ込む、膝が待っている。さあなんだ、飛びつけ腕十字、18番ゴーイと抑え込んで、小橋もよく返した。飛び込むところ、ラリアット顔だけ見てみますと、もう目はうつろなんですが、よーく頑張ります。ロープへ登るのが早い。2発目のムーンソルトプレス、カウント3、カウント3、ショースライド鶴田田植え井上を破りました。小橋最後はムーンソルトプレス。6人が6人、持ち味を発揮しました。熱のこもった60分一本勝負、6選手ありがとう。時間は22分57秒、小橋が井上を抑え込みました。